長谷川和夫2月27日から1984年4月6日は日本の俳優。旧芸名に林長丸、林長次郎。愛称は長山。身長162センチメートル。戦前から戦後の長きにかけて日本映画界を代表する2枚目の時代劇スターとして活躍し、 同時代の剣劇俳優である、坂東つまさぶろう、大河内伝次郎、嵐勘十郎、片岡千恵蔵市川歌右衛門と共に、時代劇六大スターと呼ばれた。歌舞伎界から小竹に入り、小竹時代劇の看板俳優となった。その後、東宝、大英と移り、300本以上の作品に出演。舞台やテレビドラマでも大きな活躍を見せており、晩年には、 宝塚歌劇、ベルサイユのバラの初演で演出を行った。没後に、俳優では、初の国民栄誉賞を受賞。最初の妻は、初代、中村元次郎の次女、林民。後に離婚し、新橋の名義、飯島茂と再婚。俳優の林茂俊は、長男、女優の長谷川敏子と、長谷川紀牲は、長女、次女、また、紀牲の娘に、 女優の長谷川和樹がいる。1908年2月27日、京都府紀郡堀内村あざ六地蔵に生まれる。一夫の叔父で、家業の作り酒屋を継承し、大手座という芝居小屋を経営していた、長谷川荘太郎の影響で、幼い頃から、大手座に出入りし、芝居を見て育った。1913年、中村鶴之助一座の、 菅原伝授手習い館寺小屋に、風で倒れた小役の代役として、監修祭を演じ舞台デビューした。これが起演となり、翌1914年、関西歌舞伎の中村福縁の弟子となり、中村和夫を名乗る。全国を巡業漂白し、1917年、福縁一座と共に初登場して、浅草須座に出演、嵐和夫と改名した。 1918年、初代、中村元次郎の門下に加わり、その長男、林長三郎に預けられ、林長丸を名乗る。元次郎一座の関西青年歌舞伎には、後に映画界に移る市川桃之助、市川宇一嵐徳太郎らがいた。長丸は、お山として人気を博し、元次郎からは、実の子のように可愛がられたという。 1926年、大阪松畜ザコケラ落としの舞台に出ているところ、感激に来た大阪松畜社長、白井松次郎と二代目、実家は炎弱にその美貌ぶりを認められる。林長次郎時代1927年、白井の社長命令で、市の了解のもと待竹下鴨撮影所に入社。市から林長次郎の芸名をもらい、犬塚実監督の、 地後の憲法で銀幕デビューを果たす。当時、時代劇映画の制作に注力し始めた松竹は、林を期待の新人スターとして、莫大な宣伝費をかけて売り出された。結果、この映画は、若い女性の間で大人気となり、林は抜群の美貌に加え、若手時代劇スターを活望していた松竹が社を挙げて、宣伝したことが功を奏して、 たちまちスター俳優となった。同年、主演第2作目で、絹笠定之助監督のお嬢吉蔵に出演。以来絹笠とは、大英時代までの約50作品でコンビを組んだ。小畜時代では、鬼あざみ、二つ、灯籠、恋なの銀平などの絹笠作品に主演、同時に、美剣シスターとして大人気となった。1935年、 絹傘の雪の女王変化が公開されると、長次郎の人気は頂点に達する。物語の面白さも、去ることながら、長次郎は三役に噴して、千変万華の主演ぶりを見せ、大ヒットとなった。流す涙が、お芝居ならば、の主題歌も流行した。1937年、小竹を退社し、同胞に移籍防音のとと、マスコミから、 豪豪たる避難を浴びる。遺跡の背景には長谷川が最新の設備に惹かれたことと、小畜の扱いに憤慨した母親が長谷川に相談せず、東方との契約書に押印したとの事情も伝えられている。同年11月12日、玄黒義常の撮影中に、小畜への恩義を忘れた、不特技官との建前で、撮影所出入りの不良少年、増田三郎と、 金という男の二人に襲われて顔を切りつけられ、左方を貫通する深手を追い、撮影続行不能、映画は中止。林長次郎傍漢に顔を切らる。との新聞見出しに、京都中がてんやわんやとなり、この二枚目映画スターの受難は、日本全国を騒然とさせた。この事件の裏には、小畜の意向があったと噂されている。1938年、 怪我を機会に、芸名を、本名の長谷川和夫にし、東十郎の恋で、銀幕復帰。独自に工夫した名キャップで傷跡を消し、再起不の音まで言われた逆境を跳ね返して、堂々二枚メスターに返り咲いた。また、鶴八鶴次郎などでは、山田椅子ずっとコンビを組み、ヒットを飛ばした。その他、リコーランと共演した、白ランの歌。 シナの夜などといった現代劇に出演したが、時代劇では、これという決定作は少なかった。1942年、演劇の実演を行うため、山田イスズらと新演技座を結成。1944年、招集され、鳥取連隊に入隊。後に除隊され、1945年の終戦時まで、異門公演を各地で行った。1947年、 東方が、東方葬儀で、機能停止。長谷川は、組合側にも経営者側にも立たず、大河内伝次郎、藤田進、黒川八太郎、高峰秀子、入江高子、花井蘭子、山大鈴、原節子、山根久子と共に、十人の旗の会を結成して非永遠東方支部を、脱退、3月25日に新東方の設立に、参加した。 1948年、新演技座を株式会社化し、自らその代表となる。映画制作も行い、小番ザメ、幽霊赤月にシスなどを制作した。翌1949年、新東方の銭形平治、鳥物控え平杉808丁に主演し、長谷川の18番となる銭形平治を初めて演じた。 1953年1950年、大英京都撮影所に重役として迎えられる。翌1951年、銭形平次が公開、以後、銭形平治取り物控えシリーズとして、大英で、計17本の作品が作られ、同社を支える人気シリーズの一つとなった。1953年、イーストマンカラー第一作である、キヌガサ監督の、地獄門に主演。 作品は、カンヌ国際映画祭グランプリとアカデミー賞、外国語映画賞を受賞した。翌1954年、溝口健二監督の、近松物語に主演。1955年7月、この年より、東方歌舞伎を主催し、東京宝塚劇場を中心に、新歌舞伎座、味園座、中日劇場で公演を行い、大成功させる。 年2回ほど公演を行い、2代目、中村戦尺、17代目、中村勘三郎、6代目、中村歌えもんら豪華なゲスト出演で知られ、華やかなレビュー、春夏秋冬などの公演で人気を得た。1963年、江戸無常を最後に、更新に道を開くと言い残し、ひとまず映画界を去った。ここまで大英のトップスターであり続けた。以後は、 東方歌舞伎など演劇を中心に活躍したが、テレビドラマにも多く出演し、1964年には、大河ドラマ、アコーローに、大石倉之助役で主演。これが、生涯の当たり役の一つとなった。1974年、宝塚歌劇の、ベルサイユルのバラ初演の演出を行い、大きな話題になった。1983年、東方歌舞伎正月公演、半七。 鳥物町が最後の舞台となり、同年秋に糖尿病の悪化で入院。翌1984年には、茂夫人と死別。その時から急速に衰え、後を追うようにして4月6日、頭蓋内農養のため、東京寺警会以下大学附属病院で死去、去年76。没後、国民栄誉賞を受賞した。墓は、本邦寺にある。 ゼニ型平次ミーハーとは、林長次郎のファンのために作られた言葉である。若い女性が大好きな、ミツマメと、林長次郎大好き人間を揶揄してできたのが、ミーハー族というキャッチフレーズだった。一時期、日本橋小網町の、ガソリンスタンド名鉱石浮かぶ式会社日本橋、和夫スタンド SS と共に、赤坂で、両邸がジュローを、シベ夫人と経営していた。 酒が体質的に飲めず、大の甘党であったこともあり、晩年は糖尿病などの慢性病に悩まされた。いわゆる時代劇六大スターの中で、長谷川は一番若い。長谷川はもともと旅芝居の子役出身で、大阪の青年歌舞伎ではお山をしていた。長谷川は昭和2年の映画界入りについて、次のように語っている。 一川歌右衛門もこれと同じことを語っている。桃之助は女性ファンからチャンバラスターとしては異例の人気を得たが、長谷川の女性人気はこれに次ぎ、しのぐものだった。デビュー作、死後の憲法前後については、こう語っている。長谷川には、門伐の背景がないため出世の見込みはなく、芝居畑から若い映画界へ飛び込んでいったのは、 バンドを妻郎や市川歌右衛門、片岡知恵蔵、嵐勘十郎らと全く同じ状況だった。しかし映画界は、歌舞伎の世界からは、泥芝居と呼ばれ、軽んじられてもいた。後年長谷川は、死の門人で、死難役の初代市川箱東らから、役者は舞台に出て当たり前、写真なんかに出るな。土の上で芝居したら、あかん。板には戻られへんで。 とつねずね言い聞かせられていたので抵抗があったが、昭和元年12月に、死から、白井藩から話が来てるんや。写真に出なはれ。名前も林の名字名乗って、ええ、長三郎の一字を取って長次郎と名乗り、お前との指定の中はなくならへんで、せえ、小間屋の門人のままやねんで、と励まされたので決心がついたという。 雪の城変化ではお山を務めた経験を活かして女役を演じた。松竹時代の長谷川は、地後の憲法で銀幕デビューしてからその美貌で売り出されて、美権シスターと称された。お山上がりのため女役を演じることも多い。戦時中は、軍国主義的な要望ではないなどと、被国民扱いまでされたが、その美貌は、生涯女性ファンを魅了し、時代劇の名脈を、 日本人の半分につないできた。1928年正月、銀幕デビュー10ヶ月後に挨拶のため上京したが、東京駅等では1万人余りのファンが歓声を上げて出迎えた。詰めかけたファンはだれを打っても見合い、何十、何百と林立するのぼり、打ち振られる判決と、凄まじい人気ぶりだった。長次郎の潤んだ眼差しは、目線量と言われ、 世の女性ファンを取りことした。時代劇スターが女性のアイドルとなるのは実に市川桃之助以来のことだった。デビューの年には18本もの作品に出演している。本人は家に帰れたのはたったの9日間だけ。労働基準法のない時代でしたからねと笑っている。小山出身の長次郎はよく人気に応えてたちまち全国の女性層のアイドルとなり、 チャンバラスターとは、また違った世界で、長次郎ブームが始まった。小山出身の絹笠定之介監督が、自らの経験を活かして、同じ、小山出身の長次郎を磨きに磨いたのだから、ヤクザをやっても、殿様をやっても、剣士をやっても、何もかも水の下たるばかりの美男ぶりを見せるので、女性ファンにとってはたまらない魅力となり、劇場では銀幕に向かって思わず、長さ 私がここにいるわよ。と、あちらからもこちらからも狂わんばかりの声が飛んだ。挙句の果てに、共演した女優へ、恨みと嫉妬の脅迫状が送られてくる始末だった。長谷川の立ち回りは、上目使いに微笑を含み、盾でさえあだっぽいとされ、潤んだ眼差しは、滅線量と言われた。他の剣豪スターとは、一味も二味も違って異質な長谷川の盾は、市川歌右衛門を、 所作時とすれば、剣劇レビューと評された。犬塚実と共に、デビュー時代の長谷川と組んで、新人3人組と呼ばれた、ぶらや英二は、長谷川の目の演技について、こう述べている。昭和初期、活動写真の役者は、白塗りの歌舞伎スタイルが常識だった。が、長谷川は、津村とのコンビで、顔に影を落とすという陰影撮影法を試している。これは、 当時の映画界ではタブーの手法であり、ぶらやはこの手法を責められて予算も設備も一等を取る B 級パンをつさせられている。新人だった長谷川はぶらやがキャメラというものを叩き込んでくれたと述べていて、後年、そんなぶらやと試した様々な撮影手法を懐かしがり、また信仰を扱ったぶらやを忍んでいる。小国秀夫によると、切られた時の 手のアップが一番上手い剣撃俳優は長谷川だったそうで、長谷川主演の映画で、切られた相手の手のアップを取ろう、となった時に、長谷川が自分で、ッと、手の演技をして取らせたことがあったという。稲垣博士は、長谷川の華麗な立ち回りについて、林長次郎なんていう人は、お山だったんだけど、映画で、美剣主役で、チャンバラができたということは、 やっぱり踊りの下地があったからですと述べている。長谷川は1937年に小畜から東方に遺跡を決め、暴漢に顔を切りつけられるというテロ事件にあっている。が、長谷川本人はこのテロを特にタブー視していない。当時、東方の絹ぬた撮影所は業界でも最新の撮影設備を備え、最も進歩的なところであり、状況のたびに、 長谷川はこれらの機材を見て、羨ましく思っていたという。小竹下下もにも、新しいカメラを入れてほしいと嘆願したこともあったが、受け入れてはもらえなかった。長谷川は、俳優にとって一番の願いは、いい作品に出演することだと語っている。金銭絡みの複雑な歌舞伎の世界が、のしかかっていたではあろうが、東方の新しい撮影機材とシステム、魅力ある企画は、 長谷川の心を捉え遺跡を決心させたのである。しかし、この決心は、小竹の心象を痛く悪くしたばかりか、ジャーナリズムを敵に回してしまった。新聞各紙は、防音のとと書き立て、一斉に、長谷川避難を始めたのである。そんな折に、長谷川は、二枚目の命である顔を切られた。林長次郎を、待つ。 竹下鴨撮影所から引き抜いた東方は、玄郎義経を早く撮るため、これをわざわざ合併したばかりの京都の JO スタジオで、殺入させた。引き抜きからまだ1ヶ月しか経たない上に、小畜の地元京都での撮影はいかにも刺激が強すぎた上に、東方は、長次郎の護衛に、地元の強格支え一家を当てていた。この護衛をつけたことが、結果的に、 テロ事件を呼んでしまったのである。事件の翌日から、警察は、地元の不良少年を、片っ端から引っ張ったが、犯人の検討はつかなかった。犯人である、増田三郎という撮影所で入りのチンピラ少年を、見つけ出したのは、増田と顔見知りだった、牧野正弘で、実際に顔を切りつけたのは、松田の身内の金という男だった。牧野は松田を説得し、 一週間の猶予を与えて、金と共に、うずまさ警察署に出頭させたが、その間にも、警察の犯人探しは続けられていて、引っ張られたものの中には、当時、新興シネマ上務取締役だった、長田正一の姿もあった。巻野によると、池永広久や渡辺国夫監督、護衛に当たった笹井組の笹井聖一も強いショックを受けていたといい、笹井は、 マキノの問いに対して、この事件の裏に大金オームスターをめぐった、映画会社のドロドロとした内幕を示唆している。緊急入院した、林長次郎は、誓いを込めて何も話さず、この事件を肝に銘じて忘れぬよう、あえて顔の傷を整形したりしなかった。裁判所も、役者の顔は、生命として、実行犯に2年という異例の契機で、実刑判決を下している。 犯人検挙の後、長谷川は背後関係は探ってくれるなと申し出て事件は一件落着となっている。この行きつについて長谷川は次のように語っている。長谷川は映画界を退いた後は舞台に専念した。この理由について次のように語っている。東方歌舞伎の基本パターンは10代の頃大阪。 小竹座で二代目梅本先生の振り付けを見て、章を覚えたのが始まりだった。昭和初期に、小林十三渋沢栄一に呼ばれ、洋楽が入った歌舞伎町の芝居をやってほしいと頼まれ、結成したのが新演技座である。しかしこれはジャーナリズムにこっぴどく叩かれたという。舞台活動は、戦前の1937年、初代岩次郎追善公演で、大阪中座。 歌舞伎座に、出演、中心蔵連理波中へなどで、他の歌舞伎俳優と共演している。これは、小築本社の意向によるものであったが、当時映画俳優は、歌舞伎役者より隠したと見られる傾向があり、ましてや舞台を去って、映画界へ移った長谷川への風当たりは強く、早速、なんで、活動写真の俳優と出るんだ。と、抗議が出た。この時は、 白井松次郎らが、長谷川が出るから客が来るんやないか、と言い返してことなきを得た。映画界に入っての長谷川は、歌舞伎界との縁を完全に切ったことはなく、死の初代岩次郎と十五代目、市村宇左衛門を修正崇拝し、六代目、小野菊五郎の演技を研究するなど、東西の利縁の名優を手本とした。 同年代の六代目、中村歌右衛門や十七代目、中村勘三郎とは舞台に共演したり、私生活でも、交友を続けていた。戦後の関西歌舞伎の凋楽を見かねて、二代目、岩次郎や十三代目、片岡二座え衛門らによる、自主公演、七人の会に、七人半でも栄栄会に、出しとくんな晴れ、と真剣に参加を求めたこともある。研究熱心で、 終戦直後、長谷川がルンバなどの最新のダンスを舞台で演じたのを見学した古川六波はそのうまさに舌を巻き、全くあなたの努力はすごいと激章したと日記に書き残しているように歌舞伎舞踊を基礎としながらも常に新しい境地を開拓する姿勢は最後まで衰えなかった戦後になり舞台出演が本格化東京の歌舞伎座の舞台に立つことで 舞台俳優として、長谷川和夫が成功する。この賞は、豪華なゲスト出演者で有名で、李研からは6代目歌えもん、17代目勘三郎、2代目中村千尺、8代目松本幸四郎、3代目実川炎尺、2代目市川小田優、10代目岩井半四郎。その他にも、女優の初代水谷八重子、山田祖父、慶町子、 淡島千マ新カゲ、ア草笛光子歌手の三空ひばり越コ吹雪江ブキ、エリチエミ、桜田淳子なども出演。長男の林重俊長女の長谷川敏子、老いの林雄一も出演している。稲垣博士が長谷川と初めて知り合ったのは、林長次郎時代のことで、当時稲垣は助監督だった。年末に、 長次郎から助監督連に金2円のお歳暮が配られた。発給の助監督にとって金2円の商品券は駒形茂平のように嬉しかったと言い、その2円で買ったソフトボーは翌年監督に昇進してからも4、5年被っていた。会社が違うので仕事はしなかったが、会えば、こうちゃん、長さんという親しさで、いつか一緒に仕事がしたいなと言い合った。 それから27年目に一緒に仕事をしたが、わずかな日数しかもらえず、風雲千両戦は、特別出演、お祭り半二郎は一週間の早撮りだった。長年約束しながら心ゆくまでの仕事が、できなかったのは、残念として、見るたびに、時間のなかった当時を思い出し、ため息が出たり、懐かしく思ったりと当時を10回している。稲垣博士は、 長谷川和夫さんほど、運の強い人はないと思うと語っている。映画入りして、以来、ついに一度も、人気の落ちることもなく、特別な事情のない限り助演に回ったこともないという、大スター、東方歌舞伎の切符は毎回売り切れ、ベルサイユのバラも大当たりとなった。また、もう一つ不思議なこととして、長谷川の去った後の会社は、大抵落ち目になることを挙げている。 古巣である松竹を去って東方へ移った時傍観に看板である顔を切られたが幸いにも大事に至らなかった。だが、去った後の松竹は華やかさを失い、ついには他力の助けを借りねばならなくなった。戦後は東方葬儀によって東方を去り新東方を創立したが、東方は無残な状態となり、新東方を去ると間もなく新東方は潰れた。大英時代は、 会社役員ともなったが、役員会人と共に、大英を去ると、大英の屋台骨が崩れ始めた。稲垣は、どこまでついている人なのか計り知れないと評している。地獄門右は、慶町子。残軌物語左は、淡島千景。林長次郎に関するカテゴリー。ありがとうございます。